どうもお疲れ様です。私ね、もともとね、扁桃腺持ちで、喉がこう、扁桃腺がパーッと腫れると呼吸ができなくなったりとか、水やね、食べ物が喉を通らなくなったりするんですよ。で、この1週間がその状態なんですよね。対処法としては、この喉の奥に溜まったね、ものを、まあ、飲み込まないようにすることです。まあ、痰が溜まるでしょ、痰っていうキーワードはあまり使いたくなかったんですけども、痰が溜まるとそこにやっぱ雑菌が入ってるんで、それをね、やっぱこう飲み込んじゃうと、まあ、元の木阿弥なんで、それをね、こまめにこう吐きに行ってるんですよ、洗面所とかにね。まあ、それは普段できる対処法なんですけども、これをすると治りが早いと。あともう一個ね、今回はドラッグストアに行って、この喉のね、扁桃腺を抑える、このお薬を買ってきました。これね、1000円ぐらいでしたね。1200円ぐらい ?1000 円前後です。980円か1200円か忘れましたけども、1000円ぐらいです。なんかね、物の値段よくわからずに買ってますね、私ね。よくないですね。一応値札を見るんですよ。で、980円と1200円があって、多分1200円の方買ったと思うんですけども、まあそんな感じで10個入ってるんですよ、これがね。これが10個入ってます。で、もう1個すでに飲んだんですけども、だから1袋100円前後ですね。今回も飲んでみようかと思うんですね。粉末かな?はい、いただきます。苦いのと、あとね、これクールっていうか、スワーッと爽やかな感じになりますね、これはね。あ、早速効いてきたような感じですね。その、なんかね、このクールって書いてあるでしょ?この爽やかさが喉の通りをとりあえずは良くしますね。だから即効性がある。だって数秒で効いてますよ。まあ、冷たいコーヒーで飲んだからかもしれないですね。確かに冷たいものを飲むと、ちょっと扁桃腺が、腫れてる状態ですから抑えられるのかもしれない。で、喉の通りもすぐ良くなります。まあ、それが言いたいんじゃなくて、これね、結構ね、信頼できるブランドですんでね、今回おすすめしました。多分ね、皆様の街のドラッグストアにも必ず売ってると思います。ペラック、ティー、サイ、粒、クール、十宝、第三類医薬品ということでございます。ね、喉が痛いなと思ったら、早めにこういうのを使った方がいいですよ。早めにですよ。だから、ほっといて辛くなったら、ドラッグストア行こうかな、じゃないんですよ。あ、なんかちょっと予感がするなと思ったら、その時に対処すると、その予感がそのまま消えて終わりなんですよ。これをね、大月作戦って言います。わし今日風邪ひくかもと思ったら、その時点で対処するんですよね。このね、風邪をひいてから対処するんじゃなくて、ひきそうかなとか、その予感がするなと思ったら対処する。これが健康の秘訣だと思いますね。予防に勝る、なんでしょうね、なんとかなしってやつですよね。なんかよく火事で言いますけども、防火に勝る消火なしって言うんですよね。そんな感覚でやっております。はい、いただきました。